TBS オールスター感謝祭赤坂五丁目ミニマラソン体験記です。メッセージいただいています。初メールペンネームカシスオレンジさん先週のミニマラソンお疲れ様でした。テレビを見ていて常連と新入りのチャレンジャーとのキャリアの差がマラソンの厳しさを教えてくれました。茨城県なめがた市から筑波星丸子さんありがとうございます。若狭さ,さんの応援うちわを作って虎に似た 見知らぬジャニオタの女の子たちにお願いして若狭さ,さんと一緒に黄色い声援をしていたのですが気づいてもらえず残念でした。真面目に走っていた若狭さ,さんがとても印象的でした最速野郎日記さん伊勢市38歳男性ンチームの K さんがインタビューされている時も後ろでしっかり映っていましたねあれは K さんがインタビューされるのを知っていてテレビに映りたいというドスケベ根性からあのポジションに並んでいたのでしょうか 稲葉の帝王さん、赤坂ミニマラソン、夢のような時間でしたか。いろんな質問が来ております。はい、これを私こ事細かに六項目で振り返りましょう。一、<laughs> ポジショニング <laughs>。二、フリートーク、ここまで走る前ですよ。三、遠藤の声援。四、ケイさんと設楽悠太さん。優勝したケイさんと二の設楽さん。五、赤坂の坂。 6. 赤坂ミニマラソンまずポジショニング <laughs> ここが一番映ってました私走る前ポジショニングと自分のフリートーク合わせて家で測りましたビデオを撮ってたんで2分21秒映ってましたありがとうございますゴールデンタイムで2分21秒ですよ走り出して私が映っていたのもうかすかに映っていたのも含めて 1> 1分9秒です倍以上走る前に映ってましたポジショニングは最初から決まってたんですでいあだ浩司さんが司会でいて増田明美さんがいて青山学院大学の原監督がいてそしてゲストの設楽悠太さんがいてでさして我々、えー、チャレンジャー,ー走る人たちランナーがいたんですけれども第1列から画面左から優勝経験者ここに森脇健児さんがいました。で、そのお隣にラグビー界から 山田昭人選手ががいいまましししたたそしてそての隣に K さんがいましたでそのお隣にジャニーズジュニアさらには下国上球児の皆さんで第2列が JNN 各局アナウンサーそしてジャニーズの小滝く君とそしてその横に、えー、ミキの亜生君がいたとで <laughs> 1列と2列は一応途中で入れ替わるっていうところまでは決まってたんです。 で、私が JNN 各局のアナウンサーを代表して司会の今田さんから話を振られるっていうところまでは決まってたんですだから一応指示された立ち位置通りにいたたんですよ。ただここからは私もアナウンサー立てに2 5 6年、ね、やってるわけじゃありませんからねちゃんとね 私の立ち位置から左手の下の方にテレビモニターがあるんですよ。これはテレビ画面に映りません。このモニターをちらちらと左目で確認すると、あ、これはどうも、K 君の肩越しが一番映るな、というのは分かりました。え、ポジショニング。 1cm2cm 1刻みで、えー、カメラの位置を確認しながらモニターも確認しながら微妙に動いておりましたしたかもこれが K 君のアップに行った時も映るのはこの辺だなっていうこのポジショニングねでこのポジショニング自分が映ってるっていうことは確認できましたので今田さんと K さんのやり取りはしっかり聞いてリアクションしようというところまで計算しております。ありがとうございます完璧でございます完璧で フリートーク。 1> 第一列の人たちが終わったら第二列と入れ替わりますで入れ替わりました我々、えー、私そして RBC の沖野さん、えー、チューリップテレビの小西さん三人並びましたそしてその横に、えー、小滝くんですとか汗く君が並ぶ一列と二列が入れ替わりましたさあフリートークっていう時には台本何もありませんただ事前に森明健二さんとはご挨拶することがあって森明さんは CBC ラジオにも来てましたからお CBC 若狭君いつも見てるよザタイムあありがとうございます森明さんすみません実はちょっと フリートーク振られたら森脇健二さんの名前出すんですけどいいですかえー、よえー、よええよ出しといて出しといてこれ事前にあったんですだから今田さんから「若田さんどうですか?」って言われた時に「ザタイムの宣伝のために1秒でも長く映ります勝負どころは森脇健二さんと並んだ時だと思いますのでそこで粘りますここまでではね用意してたんですよところが森脇健二さんの右手がニョキニョキニョキって出てきてグータッチをするおこれすごい森脇健二さん 事前に振っていたとはいえいきなりグータッチというアドリブを聞かせてきたじゃあここはグータッチで返さなければいけないイエーイあれはあの現場で生まれましたさすが森脇さん掘り込んでくるな一流の芸人さん違うなさらに驚いたのが増田明美さんですよあのね若狭さ,さんっていうのはねあの鈴木愛子さんからねあの練習メニューとかアドバイスももらってねあの鈴木愛子さんから何か MGC ね明日ありますけどもなんかメッセージいただいたんですってこれ急にですよ 増田美さんえっちょっと増田けえ <laughs> 急にこれ何かというと私 TBS に入ったのが夜7時ぐらいでした控室に行きます控室の手前にエレベーターがあってそのエレベーターホールで増田さんとすれ違ったんですで私増田さんとは何回かお仕事した記憶があってご挨拶をした時に若狭さんあの事前の資料見ましたよ鈴木愛子さんとコンタクトを取ってるんですって。 ああ、そうなんです。すごいですね。53人のランナーの事前アンケート、増田さん、全部見てないと、そんなこと反応できませんよ。だから、あの、増田さんの細かすぎる解説には、もう、並々ならぬ準備があるんです。ああ、そうなんですよ。あの、あゆこちゃんとちょっといろいろと、LINE でやり取りしまして。 あそうでどうなんかいろんなリアクションあったあ実はね増田さんあのアンケートには書いてなかったんですけど最後の一文が若狭さんのいい走りで私にいい流れくださいなんて返されましてちょっと今日プレッシャーなんですよあそんなの頑張ってねですれ違ったんですよその何気ない会話をいきなりあの本番で放り込んでくるんですよ増田さんうわすごい増田えそれさっき僕がエレベーター前で言ってたやついきなり本番でうわ で、こっちも返さなきゃいけないから、いや、鈴木愛子さんからそんなメッセージ返されて、ちょっとプレッシャー、責任重大、パリがかかってますから、みたいな。でもこれぐらいでもうやめとこう、あんまり喋ると滑るのも良くない。いや、プロのやりとり、増田さんのいきなりのカウンターパンチ、さすがでしたね。はい、私の仕事ここまでです。えもうあとはもう、バグに沈んでおりました。どこに行ったか、はい。 わからないような状況でございますもう自分がいつのタイミングで映ってるのかなて全く分かりませんからねはい、これが1のポジショニングと2のフリートークこんなやり取りがあったということです3、先ほどメッセージにもいただきました遠藤の声円、これ気づかないのが残念でしたと先ほどメッセージ茨城からいただいた方のお便りありましたがいや、気づいてるんですよ気づいてるんですけど反応できないんですもう全く反応できないそれぐらい きつかったです。いや、本当に。で、エンド、よく、いや、これはね、箱根駅伝に例えちゃいけません。私、箱根駅伝走ったことないですし、分かりませんが、よく、エ道の声援が力になりました。野球選手でもね、ファンの皆さんの声援が力になりましたって言うじゃないですか。これ、本当になる。なります。ただ、あの赤坂ミニマラソンの声援がどうだったかっていうと、私が走ってる時は、 ほぼ無音ですで、時々のぶとい,い方の声で若さ<ー>さん頑張れーみたいなの聞こえますめちゃくちゃ若さってあれ聞きやすいのかなむちゃくちゃ聞こえますだ、全ての声援は分かってますただ反応できないんですよ力になりました本当に声援が力になりましたありがとうございますもう一つよく声援で 後ろのランナーがどれぐらいに近づいているのかがわかるはずみたいなのを、マラソン中継とか駅伝中継とかで聞くんですけど,ど、どういうことかなって思ってたんですが、これをむちゃくちゃ実感しました。走ってるでしょ、私。だってみんなジャニーズの人たちとか、K 君のファンですから、私に声をかけてくれるっていうのはもう珍しいんですよ。だからよく聞こえるんですけど、無音なんです。本当に無音。ところが後ろの方で、ギャーって聞こえるんですよ。 これはジャニーズか K が来たなって思うんですよ。でその声援がだんだん「キャー!」が近づいてくるんです。近づいてくるんです。あ本当だ本当だ。あこれ絶対後ろに K 君おる K 君おる K 君おるって思いながら走ってました。沿道の声援で距離が分かるっていうのはあれ本当です。そして何より あれ別に全ランナー経営さんも含めて敵じゃないんですけど自分じゃない人への声援で結構動揺するんですよね。なんかこう近づいてくるあー近づづいいててくくるるあっていうのでなんかこっちがそわそわしちゃう。これはだからプロ野球選手がよく言うファンの声援っていうのはそのホームチームで戦う,う選手へ向けた ホームのチームのファンの声っていうのも当然力になるんですがそれよりもビジタラ球場に行った時の敵チームの敵に対する応援で動揺する例えば千葉で戦う時のロッテファンの大声援甲子園で戦う時の阪神ファンの大声援松田で戦う時の広島ファンの大声援に結構動揺するっていうのむちゃくちゃわかりますあれね自分への声援も力になるんですが他人への声援で動揺するっていうのをむちゃくちゃ実感しました そしししてて K さんですよさんんでででですすす。す。よ。よ。よ。たたら私を抜きき去っていきましたよ風です一瞬ですファン。これは昨日「ドラだマキング」でも言いましたがあの小玉乗るでしょ新幹線豊橋とか浜松で止まってるでしょ横のぞみが通過するでしょあんな感じシュンあっちゅうまでいなくなります赤坂の坂これね何がきついかって傾斜もそうなんですが長いんですよ。 安住ア,アナウンサーが「ザタイムの中で赤坂マラソンを振り返った時にあの赤坂の坂はフロアで言うと1階から4階だって言ってたんですねでそれ聞いてあなるほどだから通りで長いんだこれね皆さん一度は車でショッピングモールに行ったことがあると思うんですでショッピングモール車で行く時には駐車場を止めますよねあれ坂ですよねで一直線で4階まで行くってことはなかなかないと思いますグネグネグネ回りながらだと思うんですがあの感覚です 走れんこともない。急っちゃ急。ただ、長いもう長いだから皆さん、一回ですね、これ実際はできないと思うんですが、ショッピングモールに行って、一回から四回まで、車で坂を上ってるっていう感覚、あここを走ってるんだなと思ってください。長いのよだから足に来るんです。赤坂ミニマラソンとは、最後、6つ目。 これはね、私は甲子園もう夢の舞台終始ふわふわしてました。 でこれは例えば非常に悪いですというのも甲子園に出るためには血のにじみ出るような努力をして大会を勝ち抜いてあそこに出るわけで私はただぼーっとしていて宣伝のために仕事としてたまたま呼ばれただけなので全然価値意味合いは違うんですが例えるならばですよ例えるならば終始ふわふわした夢の世界であっという間に終わりそしてまさにご指摘のあったようにあの赤坂マラソンをターゲットに 日夜努力をしている人たちとの力の差をもうまざまざと見せられた甲子園初出場校の球児ただ爪痕は走る前にちょっとだけ残したっていう。 ちょっとだけ得意なことで印象に残るプレーをワンプレーだけした一回戦敗退強豪校と、うん、激突し敗戦した初出場の球人の感じですはい本当に夢のような舞台でいろんなことを学びそして体得することができました貴重な経験でした赤坂ミニマラソン体験期でした